よっぽど奥さんが亡くなったのが嬉しかったのなとかどういう意味があるのか全く分かんないんですけれども、うん、面白いですよね。あとアイルランド語でタイトルが書いてあったりするともうさっぱり読めないし、うん、意味もわからないです。さっきの白い岩のあれもザ・エッジ・オブ・ザ・ホワイト・ロック、ね、アイルランドタイトルだと全く読めないんですよね。困ったもんです。では、できました。あと2曲ほどですね。あ、ちなみにですね、今、1曲目ローズインザヘザーっていう曲をやったんですけれども、玉美さんはそのローズインザヘザーというバンドもやってるんですね。そうですね、はい。どんなバンドですか？私フィドルなんですけど、あとボタンアコーディオンっていう、アコーディオンの鍵盤がボタンになってるという、ボタン一つを押して押したり弾いたりすると音が違う、一個のボタンで二つ音が出るっていう楽器があるんですけれども、そのボタンアコーディオンを弾く人と、それから、アイリッシュフルートといって、普通の最近こうクラシックの金とか銀のじゃなく黒い木管でできてるフルートを吹く、アイルランド人の人と3人組で、今みたいなダンスチューンをひたすらユニゾン、
ユニゾンっていうのはみんなで同じメロディーを弾く、つまりこういうノリノリの伴奏が入らないっていう、そういうあのバンドも組んでライブをたまにやっています。そうですね、なんかあの例えば他の音楽だとそのメロディー弾く人が2人とか3人とかいると途中でこう例えばハーモニーに誰か1人回ったりとか、あるいは伴奏に回ったりとかこうすると思うんですけれども、アイルランド音楽っていうのは本当に今言ったように同じメロディーをひたすらずーっとこう弾き続けるっていう結構特徴ですよね、一つのね、それはね。伴奏が入るようになったってのは割とあの結構ここ、3、40年ぐらいの、ことですよね、ポピュラーになったのはね。で次の曲は地名のあれですね、ロスコモンリールというのとクーリーズっていうリールなんですけど、ロスコモンはうん、前も探しましたね、真ん中でしたね、アスローから割と中心、あ、ここそうですね、この辺一帯のことを、あ、ここに書いて見えないと思いますけどここにロスコモンって書いてありますね。なんだろう、県、日本でいう州というか県、ね、はい、なんかねそのタイトルがついてる曲、はい、2曲目は人の名前ですね。あ、そうなんですね、よくわかんないです。はい、確かな情報でした聞いてありがとうございます。あのなんか似たような曲ばっかりですけれども、はい、最後はちょっとしっとり、歌の曲を聴いていただきたいと思います。歌はつかないんですけれども、For Ireland I Won't Say Her Name というタイトルで、これも今度はゲール語、アイルランド語の
歌詞とタイトルがついていて、ね、なんかアイルランド語のタイトル僕は言えるってこの間言って言いましたってことエレニーの線形碑とかっていう、はい、そういう感じのタイトルでした。何やアイルランド語7割ぐらい合ってると思うでそんなにあの僕あの言えるよとかってあのそんな自慢気味は言ってないんですけど、なんとなくそう難しいんですよね。あの結構ローマ字読みでなんとなく読めるとかってあれじゃないので、ちょっとね少し勉強しようかなとかあのいつも一瞬思うんですけれども、人たちは自分の国のことをエリン、エリン、そうですね、R の発音ができないですけどエリンって呼ぶ、うん、それが今の、もう一度お願いします。エリン国の線形碑そう最初についてます、はい、これは、これも一応恋の歌だとも言われてますし、またちょっと別の意味もあるとも言われてるんですけれども、アイルランドはイギリスにずっと統治されてて自分たちの国の言葉が話せなかった時期がありますので、まあ、そのことも含めてタイトルに入ってるのかなと思います。では最後の曲です。